島津忠義、島津忠義は、薩摩の戦国武将。日震災、時震災の号で知られる。島津氏の文家、遺作家の出身。このため、遺作中領と呼ばれることもある。遺作は、現在の広市吹上町の内江吉以外。父、義久が、明王三年、1494年に馬邸に、撲殺され、祖父、旧一も、明王九年。 1500年、殺衆家の内紛に関与し、カセダで戦死したため、母、時和が一時的に、伊作家当主となる。この間、伊作家は、周辺の諸豪族の攻撃にさらされるが、田伏の総集家当主、島津運休に火星を頼み、運休も承諾して、都土兵を送り撃退していたという。中両は、幼児の頃、慶安全寺から、趣旨新中四書の学習を受け、ことに、 論語に通じ、剣徳の聞こえが高かった。また、禅を治め、神道の奥義を極め、受信物の三教を融合して新たに一流を開いた。これが被学と称されるものである。宗修家の運休は、以前より未亡人となった時輪に惚れ込み求婚を申し出ていたが、中了を用子としい作、宗修了家の家督相続を条件に、母、時輪は,は、分岐元年、1501年、 運休と再婚した。英章三年、千五百六年、中良は元服し、伊作家を継いだ。英章九年、千五百十二年、運休は、あた城を攻略し、亀が城より移り、かねてからの約束を守り、総集家当主の座を中良に譲った。中良は伊作、亀丸城より田伏、亀が城に入城。二十一歳で、あた、田伏、高橋、伊作を領す。 領主となった中領は、伊作の亀丸城、田伏の亀が城ともよくまとめ、禅の修行に精進し学問を治め、人道を守り、領民には善性を施したのでその徳は領内に高まった。当時の島津宗家は、第十一代、忠政の死後、守護職を継いだ長男の、第十二代、忠春、次男の、第十三代、忠隆が若年で、相次いで病死し、 はじめ、英氏の養子に入っていた三男の忠兼、後の勝久が、英正16年、159年に継いだ。だが、急遽後を継いだこともあり、政権基盤も弱く、守護といえど、各地の在京領主を抑える力はなかった。忠兼ははじめ出水に拠点を持つ、有力分家の殺衆家、第五代当主、島津實久の助を得て、勢力を挽回することを図り、 実級の姉を正室に迎えて、国政を委任していた。しかし実級は権力を欲しいままにし、当時まだ男子のなかった忠金に対して、自身を正史にするよう迫ったので、忠金は正室を離縁し、実級を遠ざけた。すると実級は兵を挙げて、犯行に及び、忠金を鹿児島から追放して、守護を自称するまでに至り、領内は、騒然となった。大英六年。 1526年、実況の戦王に対し、忠金は英明の誉れ高い、中領に支援を求めた。中領は、国政委任を引き受けるとともに、自身の長子、虎樹丸、後の高久を忠金の養子として送り込んだ。同年11月27日、忠金は元服した高久に守護職を譲り、中領に、その貢献を依頼、自らは出家して、遺作に隠居した。 これを見届けた中良は33歳で剃発して、愚国圏日清サイトをし、以後高久を補佐して三州統一に邁進することになる。ただし、このことを報じた、島津忠友の書状によれば、高久への守護職場とは大英7年、1527年4月のこととされている。しかし、島津宗家の家督を狙っていた実球はこの事態に、 不満を持ち猛烈に抗議し、忠だとた久との養子縁組を解消させようとした。そして、何よりも、忠だ本人もた久に守護職を譲ったことを、後悔して、月には、食い返しを言い出すようになっていた。大栄七年、1527年6月5日、終了、た久に対し家期次期児童の伊地知主義だ、調査児の中了の姉婿、島津正久に兵を挙げさせ、 武力により、排除、実験を握ろうと、実力行動に出る。六月七日、中寮はすぐさま自ら討伐に赴き乱を陣定。この間、実球は、衆都の川上忠勝を忠金の下に派遣し、守護職復帰を解かせた。実球は出水、串木の、一木の兵を率いて中寮方の少領を、伊住院はじめ宇治城、日置城を攻略。さらには、加瀬田、山田の兵で、 谷山城をも攻略した。実球は、鹿児島市密城に田高久に守護職の返上を迫る。6月15日、窮地に陥った高久は死をもって城を守る。気概であったが、その田實明の信玄を受け入れわずか8人の家臣と、共に夜院に紛れて、鹿児島を脱出、田伏の亀が城に逃れた。6月21日、田高根は実球に迎えられ、減続し、 勝久と名を改め、伊作クから鹿児島に帰り再び守護職に復帰した。7月23日、中両は、勝久の隠居城となりその家臣の守っていた、伊作ク亀丸城を、翌朝陥落させ寺の居城とする。これより数年、寺両の防備を固め、三州の情勢を官房し勢力を蓄えることとなる。協力2年、1529年。 豊タカ州下の島津忠友、新色忠勝、ねじめ清年、しねん、肝付園、本田香亮、や、北郷忠介、河山幸久、雲久氏らが、鹿児島市密城に集まり、島津勝久に、島津忠義と和解するよう求めるが失敗。天文2年、1533年3月27日、終了、高久は、犯行を開始。2月に、 実筆坂田に回った日置南郷城主、総旗へ軽攻めを行う。この戦いで、中領は南郷城を攻略するため、妄想を患者として送り込み情報を集めさせ、城主が狩りで留守を知るや、両夫の変装をした自らの軍勢を、城主の軍勢と偽って入城し即日陥落させた。この時、中領は南郷の地を栄吉と改める。 そう、総畑坂屋系は8月に、長吉城、南郷城奪回を図り、鹿児島、吉田、日置等の、実久し、軍病を集め反撃を試みるが、内通で来週に備え守備を固めていた、中梁勢に負け敗走。同年12月、実球に攻略されて復従していた日置城主、山田雄親は、中梁に領地を剣じて降伏した。天文3年。 1534年、勝久は、自らの手で、再び政務を取ろうとしたが、歴代の審を遠ざけ、俗曲疑念に教授政務を怠っていた。忠臣は連番の上、これを諫めたが聞き入れられなかった。このような状況で家臣の川上正久は、勝久近親、三尋忠代を中殺。勝久は一時、大隅ねじめに逃れた。翌年、川上正久は、 勝久の命で自陣。勝久は、鹿児島に戻る。しかし、こうした、勝久の振る舞いに対して島津宗家の老中、重臣は実急を頼って、勝久を排除する動きを見せた。天文四年、1535年8月、実久坂田の兵は、鹿児島を攻め替いを炎上させ、勝久は調査に逃れた。9月、勝久は、下道院重部、肝付県里らと共に、 鹿児島を攻め攻略。谷山に進撃するが敗れて、肝付き権利が戦死。10月、勝久は調査に移り、実球が鹿児島に入った。宗家の老中の指示を受けた実球は勝久に代わって、守護を継承することになり、終了、高久親子との対立は避けられないものになっていった。一方、中両は、伊集院、谷山、川辺などを転戦して、 薩摩半島の昭和区に努めるとともに、勝久とも和解、さらに、北薩摩の渋谷市一族を味方につけて実級の本拠地出水と鹿児島間の道を寸断しようとした。天文8年1539年正月に、加瀬田別府城の戦いで、実久支配下の軍を破り、乱殺はほぼ制した。同年8月、一木鶴丸城の戦いにおいて実級の弟、 中達を打つと実球は本拠地泉へと撤退した。ここに、及びようやく中了、高久親子は島津宗家の家督相続と守護職復帰を実現した。勝久は、鹿児島を回復した高久とも対立し、再び大隅に逃亡。法内姿勢の自信をなくし北原氏や北郷氏、さらには母方遠石の大友氏を頼り文後に落ち延びていった。だが、 鹿児島や薩摩半島以外の地域に高久の支配を及ぼすには時間を要し、高久が島津総家代々の当主が任官されてきた修理外部に部任され、室町幕府及び朝廷から守護として正式に認められるのは天文21年1552年のことになる。中了は、島津高久が伊住院はじめ宇治城から鹿児島内城に移ると、 天文19年、1550年に、カセガに本格的に隠居した。しかし実験は握り続けて、琉球を通じた、大民貿易や、鉄砲の大量購入、過信団の育成に励んだ。また万の瀬川に橋を架け、麓と呼ばれる、城下町を整備、養蚕などの産業を起こし多くの人生を敷いた。中寮はその後の島津市発展の基礎を作り出し、 島付中高の祖と言われ大きな影響力を与えることになった。また、中梁は人間としての踏み行うべき道を教えさとした色葉歌の創作でも有名である。これは悲学を広めるために平易な歌謡によってその精神を表そうとした試みで四十七種からなる、古の道を聞きても唱えへても我が行いにせず馬鹿、ひなしに始まる歌であるが、 この受教的な心構えを基礎とした中寮の教育論は、孫の四兄弟、吉久、吉広、年久、家久にまで受け継がれることとなり、その後の薩摩独特の私風と文化の基盤を築いた。色羽は歌は、後の薩摩藩士の合中教育の基盤となり、現代にも大きな影響を与えている。いずれも優秀な四人の孫を、吉久は、 三州の総大将たるの在徳自ら備わり、吉弘は、大無畏略をもって、他に結出し、年久は、四終の利害を察するの、年密並びなく、家久は、軍法戦術に名を得たりと高く評期待していた。深く前州、総当州に帰還し、永六七年、千五百六十四年、加瀬田武田の地に、保泉寺を再建。中了の死後、 七世十字のバイアン和尚が事号を日清寺と改めた。日清寺は明治2年1869年の廃仏希釈により破壊され廃寺となったが、その4年後の明治6年1873年に同時に武田神社として再興され、中領は祭神として祀られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。